い、久々にメイクをしていきたいと思います。最近ねちょっとね花粉なのかわかんないんですけど肌が荒れ始めててちょっとあれなんですけど、新しくゲットしたコスメとかもちょこちょこあるのでそれも使ってメイクしていきたいと思います。定番のジルスチュアートのイルミネイティングセラムプライマーの01番です。ジルの下地ちっちゃいバージョンが発売したのかするのかわかんないですけどらしくて、旅行に持ち歩く時とかにめっちゃいいなと思って気になってます。体調すっごい崩しやすいので毎日ビタミンのサプリ、私が飲んでるのは MVP っていうサプリなんですけど、それもね飲むようになってから前ほど体調崩さなくなりました。前は月に1回くらい体調崩してたんですけど、そんな頻度ではなくなりましたね。だからやっぱビタミンも大事だなと思いました。本当にお肌もねビタミン不足だと荒れちゃうし。じゃあリリーベースのクッションファンデ21番、3つ目とかです。これ好きすぎて私のね肌にすっごい合うんですよね。そうだ、ちょっとねこれだと見にくいかもしれないんですけど、メイクボックスは変えました。こんな感じでキーホルダーこうやって開けて、ここにたくさん入るし、自分で仕切りをね変えられて、ネイルオイルとかリップクリームとかハイライトとか綿棒で、ここはシャドウ系を入れてて、でこっちはパウダーとかハイライトとかチークとかたくさん入ります。こんな感じのメイクボックスに私が2人つってる。クッションファンデをしていきたいと思います。したらルナのコンシーラーをしていきます。この間久々にエトボスのコンシーラーも使ったらめっちゃ良くて、なんかちょっとエトボスのコンシーラーも使おうかなと思ってます。うちの家族がねみんなそれ使ってて、久々に借りて使ったらめっちゃやっぱ良くて、荒れてた肌もツヤツヤになった。本当にすごい助かりすぎてます、このファンデ。なくなったら困るから大量買いしておこう。スックのパウダーです。ザ・ルースパウダー、ちょっとパープルがかったピンクみたいな感じで、私ピンクすぎると逆にくすんじゃうタイプなので肌がねふんわり仕上がるのでおすすめです。で私の顔タイプ的にツヤがあんまり似合わなくて、パウダーを全体にしてから部分部分でツヤを仕込むようにしてます。体温高いから崩れやすくて、メイクもパウダーは結構私の中では大事です。美容成分が入ったパウダーだからカサカサしない、ちゃんとねお肌に優しい感じがして綺麗に仕上がりました。元からこれくらい肌綺麗ですよみたいな感じの肌になれます。アイドル始めてから卒業してから今に至るんですけど、相当メイクの研究はしてるので参考にして、すごい良かったよって言ってくれる方とかもいるので、こういうね発信は常日頃していきたいなと思ってます。じゃん、エレガンスのスリークフェイス NPK107 っていうハイライトです。ジルバイジルスチャートの洋服の撮影で使ってくれてすごい良くて、このハイライトがすぐ買いました。次は眉毛、エレガンスのアイブロウです。見てた韓国ドラマも終わっちゃって、マイデーも推しの2人だったんですけど、俳優が何を楽しみに頑張ればいいのかわからないです。衣装もヘアメイクもストーニーも完璧でめっちゃ良かった。なんか本当に癒されたし、泣いたし笑ったし、韓国ドラマからしか得られないものがありますね。本当に美男美女すぎて、もうお似合いすぎて苦しかった。付き合ってくんないかな、共演した2人をすぐ付き合ってくんないかなっていうのね、私も言われたことある側だからわかるんですけど、共演して簡単に好きになったり付き合ったりしないので仕事だからね、本業だからね、それがいちいちそうなってたらキリがないっていうのはありますよ。私は特にもう超仕事モードになっちゃうので、あんまり自分からも話しかけられないくらいで終わっちゃうみたいな。マイデーモンの2人超お似合いで感服でした。眉マスカラもエレガンスです。アイシャドウ
スナイデルビューティーのフェイススタイリスト EX07 っていうアイシャドウ、チーク、ハイライトが全部入っててめっちゃ可愛いんですよ。鼻くがハイライトでチークでアイシャドウなんですけど、もうこれ1本で全部できちゃうっていう。さっきハイライト仕込んだんですけど、ちょっとラメが入ったハイライトなので足してよりキラキラにしようと思います。ラメのシャドウを塗る前にエチュードのプレイカラーアイシャドウクールステージ、くすみピンクみたいなとこが好きで、さっきのスナイデルのこの上のキラキラのシャドウを指で取って、広めにのせます。キラキラかわいい涙袋の下のちょっとコーラルオレンジっぽい色なんですけど、これを塗っていきます。このタイミングでアイラインを引きます。スリムエッジデュエルアイライナーブラックです。クリオのプロアイパレットエアー02番、明るめのピンクとか白をバーって適当に足して涙袋を描いていきます。ビューラーでまつげを上げます。マスカラはミルクタッチのロング&カールマスカラのダークトープ。ミルクタッチのマスカラめっちゃ良くて、ブラックも欲しいんですよね。マスカラやっぱ私ブラックが好きかもしれない。モリモリにしたい人だから。繊細だけどしっかり伸びて上がっておすすめです。目の下のラメはブリンググローグリッターライナー03ブロッサム、なんかねピンクの涙袋にちょんちょんちょん。これはレッドベルベットがライブ行った時、涙袋めっちゃ可愛くて、メイクさんのインスタ見たらこれを使ってるって言ってたのですぐ買いました。こんな感じです。チーク、いつも使ってるデイジークのブレンディングムードチーク8番ですね。韓国のメイクさんがやってたのが全部をこういう風に合わせてから塗ってて、それを真似してます。トン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 って置いていく感じですね。しっかりと簡単でした。チークブラシ、お、めっちゃいい。毛がね意外とね柔らかいんだけどしっかりとしてて弾力があるから、これはいいわ。ちゃんと乗るし、色もブラシのチクチク感とか肌に触れてるなっていう感じが全くなくて、何これ、おっきいの買ってフェイスパウダーにしたいんだけど。めっちゃいい。肌にブラシ乗せた時に気持ちいいってなかったから、新感覚すぎる。最近ハマってるリップの塗り方が4つのリップを使っていきます。これはヘラのセンシュアルパウダーマットリキッド169番のソウルチェリーっていう色です。この後ね5本食べに行くので、より落ちにくくしたくて、落ちないリップの作り方を今紹介してます。ヘラをまず塗ったら、そしたらエチュードのグローフィクシングティントのレッドサングリアっていう色、この色を内側に塗っていきます。リップペンシル、ハートパーセントの14番のリップペンシルを使ってぼかしていきます。オーバー目に描くのが好きなので、デイジークのフルーティーリップジャム5番、リップブラシで塗っていきます。見て、可愛すぎません？最近見つけた組み合わせ、最強の組み合わせ。最後にデイジークのグロービーリップグロスホリデースノーボール、キラキラの透明グロスです。
これが私が最近ハマってるうるつやキラキラ、どの角度から見ても可愛いリップの作り方です。髪の毛もやっていきたいと思います。前髪巻いてて、今日前髪下ろせそうだなっていう日は下ろすようにしてるんですけど、今日下ろせそうです。ヘアビューロンの 4D プラス、今日もいい感じにメイクできた。チークのこのほんわかピンク味と、リップのちょっとグラデのうるつやオーバーリップ、涙袋にちゃんと色があるところとかかな、ポイントは。あとはまとめの肌で後からこうハイライト入れてツヤを出すっていう、私の中での流行りのメイクです。無理でした。前髪長すぎて下ろせなかったです。いつも通り巻きます。完成しました。今回はピンクうるつや春メイクをしてみました。ぜひ皆さんも私が今日使ったメイク道具で同じ手順でやってみてください。とってもお顔が漏れます。はい、ということで、良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いします。今年はメイク動画もそうなんですけど、まあ、旅行も好きなので旅行の動画だったりとか、コラボもこういう人とコラボしてほしいとかっていうリクエストも受け付けて、その声に応えしてオファーとかもしてみようと思うので、この人とこういう動画が見たいっていう、なんかコラボの希望みたいなのもぜひ皆さん言ってもらえたらなと思います。以上、堀未央奈でした。ありがとうございました。